こんにちは、セリナです。今回は2022年1月21日発売のルナソルアイカラーレーションの新色14番のアンバーダスクをご紹介していきます。こちらはブラウンからにじむコーラルに澄んだきらめきが凛としたアンバーダスクというカラーで、透明感のあるアイスブルーと絶妙なコーラルがとても可愛いパレットです。同時に発売された新色の13番プレリュードルフレは前回の動画でご紹介しておりますので、こちらの動画も気になっている方はぜひチェックしてみてください。今回も全色の装置を手元と実際のまぶたの上で単色塗りしてお見せした後、2パターンのメイクをご紹介します。それでは早速始めていきます。まずは今回のアイカラーレーションの特徴について、ブランドサイトからの情報によると、ピュアで鮮やかなカラーで作るグラデーションに繊細なニュアンスカラーを重ねることで澄んだ奥行き感のある目元を演出ということで、左上から順に A、B、C、D となっています。まずこちら A のカラーは、多彩な光が柔らかくきらめき透明感を与えるカラー。ダメ感がわかるように自然光でお見せしていきたいと思います。伸ばす前はこんな感じでアイスブルーのようなカラーなんですけれども、伸ばしていくとシアのベースにブルーだったりシルバーだったりピンク系のラメがキラキラと輝きます。自然光で見ると特にこのブルーのラメが分かりやすいですね。透明感をアップさせてくれて、儚げなアイメイクに見せてくれそうなカラーです。とても可愛いですね。A のカラーはラメ感をのせるために指で塗っていきたいと思います。一度塗ってもまぶたの上にのせるとアイスブルーのカラーがのったのが分かりますね。はい、こんな感じで両目に単色塗りしている状態です。3度重ねたんですけれども、ベース自体はとてもシアなカラーなので、重ねていってもカラーが濃くなることはなく、ラメだけがのっているような状態です。他のカラーの上に重ねてあげると、今年の春のトレンドの透明感のある青みが足されてとても可愛いと思います。こういう白っぽいカラーって単色塗りすると晴れぼったく見えてしまうんじゃないかなと思われがちなんですけれども、このカラーは多色のラメが目元を立体的に見せてくれるので、単色塗りしてカラーマスカラやカラーラインなんかで仕上げてもとても可愛いと思います。続いて B のカラーは、繊細な光感でニュアンスのある奥行きを与えるカラー。とても肌なじみのいいベージュ系のカラーですね。伸ばしていくとベースのカラーにはパールのツヤ感が感じられて、その上にゴールドだったり、こちらも多色のラメがキラキラと輝きます。ベーシックなカラーだけどラメがきらめいているので、いつものメイクにワンポイント足したい時なんかにも使えそうです。こちらも肌なじみのいいカラーですね。はい、こんな感じで両目に単色塗りしている状態です。まぶたにのせてみるととってもなじみました。すごくナチュラルなカラーです。微細なパールとラメ感で立体感も出してくれます。パウダー自体はとてもサラサラしていて、このカラーをベースに塗っておけば上からのせるカラーの調整もしやすそうです。続いて C のカラーは、濁りのないシアーな色艶で彩るオイルリッチなカラー。こちらはしっかりと発色しますね。伸ばしていくとオイルリッチな感じで肌にしっとりと馴染んでくれます。コーラルオレンジのようなカラーで、明るくってふんわりとしている春らしいカラーです。こちらも肌なじみのいいゴールドのラメやシルバーのラメなどがキラキラと輝いているタイプです。こちらはしっかりと発色しますね。指でぼかしていきます。はい、両目に単色塗りしています。春ってコーラルカラー多いと思うんですけれども、このコーラルはピンク味が強めなので、明るいだけじゃなくて柔らかい雰囲気も出してくれるような、すごく絶妙なカラーです。このカラーとっても可愛いですね。オイルリッチなカラーとのことなので、肌にしっとりと密着してくれてるような仕上がりなので、明るめのカラーなんですけれども肌から浮く感じもないです。
雨はとても微細なので、まぶたにのせると角度によってキラッと光るかなくらいの仕上がりです。最後に D のカラーです。シルキーな光沢を忍ばせた軽やかに透けるソフトマットなカラー。今回のパレットの中で一番しっかりと発色するカラーですね。締め色などに使えそうです。こちらも伸ばしていくとソフトマットタイプなので粉っぽい感じもなく、ふんわりと馴染んでくれます。光によってはもう少し茶色っぽい感じにも見えるんですけれども、実際手に出して伸ばしてみると赤みも感じられるようなブラウンカラーなので、重たくならずに目元を引き締めてくれそうなカラーです。ベースはソフトマットでふんわりとしているんですけれども、こちらにもラメがきらめいています。Dのカラーは手元でお見せした時に発色がしっかりしていたので、ブラシを使っていきたいと思います。手の甲で調整してから塗っているんですけれども、しっかり発色しますね。はい、両目単色塗りしている状態です。ブラシを使って手の甲でカラーを調整して、目の際を濃くアイホールに向かって薄くなるように塗っていったんですけれども、パレットを見るともっと濃いブラウンに発色するかなというふうに思ったんですけれども、手元でお見せした時と同様に結構赤みのあるブラウンカラーでした。薄くぼかしていくと濃いオレンジ系のカラーにも見えるんですけれども、しっかりと濃く発色させていくと締め色のように陰影も出てきます。赤みが感じられて暗くなりすぎないカラーなので、このパレットのアイスブルーやコーラル系の春らしい雰囲気を壊さずに、しっかりと目元に陰影をつけてくれるようなカラーです。ではここからはこちらのパレットを使ったメイクの一つ目をご紹介していきます。一つ目のメイクはこちらのパレット全色を使ったメイクです。まず B のカラーを指にとってアイホール全体に塗っていきます。こちらをアイホール全体にのせることで目元に立体感だったりとか目に丸みを持たせることができます。続いて C のカラーを指にとって、上まぶたの目の際にカラーを置きます。目の際にしっかりカラーをのせたらアイホールに向かってぼかしていきます。先に B のカラーを仕込んでおくことによって指で塗っても濃くつきすぎずに、ぼかす時も綺麗に馴染んでくれます。目を開けた時にカラーがしっかりと見えるように何度か重ねていきます。続いて D のカラーを細めのブラシにとって、上まぶたの目尻3分の1に締め色として塗っていきます。黒目の外側にブラシを置いたら目尻に向かってスッとカラーをのせていって、先ほどのせた C のカラーの境目までカラーをぼかしていきます。ぼかすときは軽い力で境目を撫でるようにさっさとぼかしていきます。最後に A のカラーをこの付属のチップの太い面に取って、目頭にくの字にカラーを入れていきます。アイスブルーのカラーをしっかりと発色させたいので、広い面にカラーを取ってチップを細かく上下に動かしながらのせていきます。今度はチップの細い面に取って下まぶた全体にのせていきます。下まぶたにのせるときはカラーがはみ出さないようにチップの細い面を使って塗っていきます。はい、こんな感じで1つ目のメイク完成しました。上まぶたはベーシックなコーラル系とブラウン系のカラーでまとめているんですけれども、目頭と目の下にアイスブルーを入れたことで一気に春らしい透明感がアップしたと思います。トレンドの透明感のあるブルー系に挑戦したいけど春ぼったく見えてしまうかなという方は、下まぶたに入れてあげると取り入れやすいです。2つ目のメイクは
A と C の2色を使っていきます。まず C のカラーを指にとって目の際にカラーを置いた後、目を開けた時にカラーが見える位置までぼかしていきます。しっかりと発色させたいので何度か重ねていきます。続いて A のカラーを指にとって、先ほど塗った C のカラーの境目をこの A のカラーでなじませるようにぼかしていきます。最後に A のカラーを付属のチップの細い面にとって下まぶた全体にのせていきます。はい、2つ目のメイク完成しました。簡単2色で仕上げたんですけれども、このコーラルの柔らかいカラーとアイスブルーの透明感で春らしいカラーメイクに仕上げてみました。締め色は使っていないんですけれども、コーラルのカラーをしっかり発色させたのとアイスブルーのカラーのラメ感で一体感も出ていると思います。すごく簡単なんですけれども、春らしさと透明感を出したいときにおすすめのメイクです。はい、ではこんな感じで全色のスウォッチと2パターンのメイクをご紹介していきました。ベーシックにも使えそうでトレンドの透明感のあるカラーも春らしいふんわりとしたカラーも楽しめるパレットでした。気になっている方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。